ロキレックは、フランス、ブルターニュ地域圏、フィニステール圏のコミューン。ロキレックの浜ロキレックは、イギリス海峡に面した小さな海辺の町で、フィニステール圏とコートイコールダルモール圏の境に、一致している。町は、ランニーオンワンに伸びた半島に位置している。ロキレックの岬からは、コートドグラニローズの西側全体、ミリオ島から、プレスタンイコールレグラーブ、トレブールダン。 サンミシェル・アングラーブ、トレデュデルが眺められる。街は、教会とマリーナを中心に構成される。数カ所の砂浜がある。どんな風向きになっても砂浜に大避所を見つけることが、できる。ロキレック湾は、ドゥロン川の河口となっており、フィニステール県とコートイコールダルモール県の県境となっている。ブルトン聖人とあがめられる聖、ギレックは、最善にして、 最も高潔な宗教家70人のうちの一人だった。彼は、ウェールズにあったセーティグデュアルの修道院内によう、構えていた。彼は、アルモリカの時代に海峡を渡った。伝説によれば、彼は、プルマナックの浜に上陸したという。彼は一時トレギエの修道院で暮らした。彼は14人の同志と共に、ケルフントゥンに新たに修道院を創設した。彼はそこで六年間、 長として運営に携わった後に行進にその座を譲り自らはプルダニエル教区の小さく暗い谷の中にこもった谷は彼にチナミトランゲベレクすなわちゲベレクの谷と呼ばれた彼はそこに小さな礼拝堂を建て禁欲と孤独の2年間を過ごしたギレックは司教座の名がたるセイポールオレリアンの訪問を受け強い決意を持ってオクシスモルの町へ向かった 中世のロキレックは、ランムールの小教区で、トレゲエ市教区の飛び地であった。ランムールの司祭区は、ドルシ教座のもとにあり、聖ジャックを守護聖人としていた。参照元、1999年まで、イヘス、2004年以降は NSEE。ありがとうございます。